皆さんこんにちは、森えりです。はい、今日はですね、ダイソーのエスポルールから新商品のマスカラが登場したので全7色レビューをしていきたいと思います。とりあえず片目ずつやっていきたいなと思います。まずクリアはまつエクオッケーハリツヤまつげっていうやつらしいんですけれども、こんな感じ。え、なんかあれじゃない？あ、クリアだ。クリアです、クリア。めっちゃクリア。伸びるのかな？でもめっちゃ上がってるね。これだったらお化粧禁止の子でもクリアなので、すごい目元がはっきりするので、使いやすいかなと思います。では次、ブラウン。ふんわり優しい自然な目元になるらしいです。こんな感じ。なんかブラウンっぽくないね。でもめっちゃブラウンだ。あ、伸びてる。両方落としていきます。次ブルーいきます。おしゃれに差がつくカラーらしいです。あ、本当に青だ。こんな感じ、青です。わかる？青。あ、でもわかるかも。青です。魅力的な目元になるらしいグリーンを使っていきます。本当にグリーンだよ、マジで。ほら、超グリーンだ。わー、こんな感じです。あ、緑だ青だ。意外と差があるんだね。確かに目元違うかもしんない。次、目元鮮やか美発色マスカラパープル。これ何が一番いいってさ、あれだよね、その無駄な名前がないですよね。パープル、思ったより薄かった。ピンク寄りのパープル。残そう、私のピンクと黒になったので黒を先に塗っちゃいます。まつげの存在感自然にアップ。あー、でもブラックは本当に普通のブラック、こんな感じです。ではこっちとこっち塗っていきます。こっちに黒とパープルしていきます。もはや正面。あ、すごい本当だ、自然です。自然に目が大きくなってる。すごい。パープルはあんまりわからないかもしれない。こんな感じです。ブラックとパープル。パープルわかんないかもね。ブラックは確かに存在感自然にアップしてますね。おお。はい、そして最後、期待のピンクやっていきたいと思います。一塗りでキュートな目元らしいです。どうしよう、キュートになっちゃう。あー、でもピンクも意外と濃く見えるけど、なんか思ってたより薄い。どうですか？ということで、ちょっとピンクになったかはわからないんですけれども、私が一番お気に入りだったのはやっぱり黒。黒マジですごいと思いました。こんな感じです。ぜひ皆さんもエスポルールの新色 1,2,3,4,5,6,7 色全部あるので使ってみてください。クリアもお化粧できない子にはおすすめです。次回はこのエスポルールの7色とまではいかないんですけれども、他の100均で買ってきたカラーマスカラを比較してみようと思ってやってみたいと思います。それでは、森えりでした。ぜひ皆さんこれ買ってみてください。せーの、おつわり。バイバーイ。